タトゥー入れたらフォイより怖くなれる。やだよ、もう俺もうやだよ。怖がられて誰も喋りかけてくれないの俺やだよ。本当に怖いっていうのは損だからな。俺高校の頃ヤンキー校だったからさ、頭悪い高校行ったから、舐められないように五輪で行ったんだよ俺。で五輪になってさ、高校生最初の頃五輪になって、その入学式って舐められないよ、入学式行ったら本当に舐められなかったの。もうどんだけ舐められないかっていうと、半年誰も喋りかけてくれなかった。プラスそう、俺の席の後ろのやつがいたんだけど、俺アリケンって名前本名から取ってるから出席番号1番なの、50音順だから。でプリントってさ、学校のプリントってさ、前から前の人に何枚渡して後ろにこう渡してくやん。で俺が一番前で受け取るわけじゃん。で後ろのやつにさ、こうやって出すの、はいっつって、そしたら後ろのやつが、あ、ありがとうございますって、そのもう敬語で俺に話すわけさ、同い年なのに。で1ヶ月か2ヶ月したらそいつが来なくなったの、学校に。もう明らかに俺のせいみたいになってたの。俺は別に何にもしてないよ。半年無口だったからな俺、高校は誰とも喋れなくて。そんでお前それ先生に呼び出されて、お前なんかしてたんかって言われて、いや僕何もしてないっすって。でも学校のみんなは俺がやったみたいな雰囲気になってて、でそこでまた怖がられて半年間で、半年後なんで俺がクラスのやつと打ち解けたかっていうと、そのいたんだよ、俺の次に体がでかいやつがいて、クラスに。で移動教室だったんだよ、5時間目かな、5時間目のあと移動教室で、6時間目がで、5時間目終わった後、はい、移動教室は移動しましょうってなって、俺もこう行くわけじゃん。そしたら後ろから、あーあーなんだっけな、うわちょっと待って、あーなんだっけな、うわなんだっけ、忘れた、なんか言ったんだよそいつが。よく眠、よく寝たとか、あー眠、あ眠いだ、あー眠いって言ったんだよ。で俺アホだったから聞き取れなくて、それがあーデブイって聞こえたんだ俺。で後ろ向いて、え今デブイって言ったって言ったら、そいつが大爆笑して、言ってないよっつって大爆笑して、そっから仲良くなった。そうで、そっからそいつ結構、そのやっぱ俺の次に体が大きかったからやっぱ目立つから、そう、そいつ仲良くなって、他の人とも仲良くなったって感じ。中学校の運動会骨折したんでしょ、うん、したよ。まあ、これも喋るとね長くなるんですが、どっから喋ろうかな。じゃあ、俺中学校3年生の頃リーダーしてたの、青団のリーダーやってて、いろいろやってたの。なんか青団みんなで踊るダンスの振り付けをみんなに教えたり、それでやってて、予行練習っていうか、まあ、そもそもの練習の時にクラス対抗リレーがあって、うちのクラス死ぬほど遅かったんだ本当に。でなんで遅いかというと、デブが3人いるの、俺もう1人男女のデブって3人いてもうなんか他のクラスのデブ全部ここに集まってますみたいなクラスだったんだけど、なんかもう2週ぐらい遅れてたの毎回。どんだけクラス対抗リレー練習やろうが、もうどんだけ走順変えようが、もう絶対2週の遅れが出るの。でも勝てないからネタに走ろうって先生が言い出して、ネタに走ろうって言い出して、じゃあアリケンがアンカーだっつって、俺アンカーになったので、俺ももうその時ノリノリだったから、中3でね、もうデブポジションも確立して、任せてください先生、俺やったりますよっつってやって、で、うちの学校予行練習があって、1日休みがあって、その次の日が運動会だったので、予行練習がありますで、クラス対抗リレーは予行練習で1回ガチでやりますってなったのね。で俺その予行練習のクラス対抗リレーで、まあ、こうやっていくわけじゃん。でもううちのクラスどうあがいても2周遅れ1周遅れになるから、もう他の段がゴールした後俺にバトンが来るのね。だからもう俺らしかいないの、運動場に走ってるのが。
で、みんな、その、やっぱ一クラスだけになったらさ、みんな、もう、決まってるから頑張れーとか言うわけじゃん。その、一人しか、一チーム、もう一クラスしかいないから。で、アンカーで俺。アンカーで一番のデブが来るわけさ。もうその時点で、まあみんなネタと分かるわけじゃん。そしたら、ブワーって盛り上がるのよ、やっぱ。いけーっつって。デブーとか聞こえてくるわけ。で、俺がもう、やっぱ調子乗って、おい行くぜおいとか言って、バトンバッてもらって、一応全速力で走んの。やっぱデブが全速力で走るのがおもろいって思ってたから。そしたらダーッと走っていくでしょ。で、あの、運動場、あの、アンカーは一周しないといけないっていう地獄のルールだったんだけど、あの、一周、もう半周もしない最初の曲がり方で、足に違和感、めきゃっ!その瞬間、全力疾走してたら左足ね、左足がミシャみたいな音がしたので、そこで俺は左足の力がなくなり、ズコーン、ドカドカドカーンって転げたのね。そしたらもうブワーですよ。もう全校生徒がうわーってこけたぞーってなって、みんな笑ってて、みんな盛り上がってるわけよ。で、先生も俺がわざとこけたと思ってたらしいので、俺の3年の頃のその、すごい恩師の先生がいるんだけど、その先生はもう、なんだ、その、俺がふざけると思って、先生も面白い先生だったから、一役やってくれたの。バーって近づいてきて、よーし、アリケン、行くぞーみたいなことをしてくれるんだけど、こっちはガチすぎて、もう左足死ぬほど痛くて、その時。意味わからんぐらい痛かったの。でも先生が、よし頑張れ行くぞほらほらみたいなことをしてくれんの、大振りで。で、もう、痛いって伝えてんだけど、先生ももうそのスイッチ入ってるから、わかんなくて、俺どうにかこうにか立ち上がって、もう、ぴょこぴょこ、ひょこ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 しながら、頑張って一周して、ゴールして、自分の団のテントに戻らず、そのまま保健室まで行って、病院に直行した。ちなみに予行練習。本番じゃない。で、本番はもう全部出れなくなった。でもずーっと本番の時はもうずっとクソでかいポカリの入った、もう本当になんかもう5リットルぐらい入るやつ持ってきて、一生それ飲みながらでっけえメガホン持って、旗をこうやって自分のとこに刺して、いけよらーって一生ずーっと一日中応援してたよ。でもすごかったんだよ、俺がいなかったけど、その俺がいないことによって、クラス対抗リレーがデブ一人減ったから、デブが一人減ったわけで、同じ人がじゃあ二人走りましょうってなって、もうほんならもう陸上部に入ってるね、一番速いやつ2回走らせようって言って、そいつが2回走った結果、2位か3位になったんだよ。俺やっぱ俺が一番太ってて、俺が一番遅かったから、だからもう俺の足一本を犠牲にして得たポイントで、ポイント賞、応援賞、マナー賞って3つあったんだけど、全部取りました。ちなみに応援賞は俺のおかげで取れたって言われてて超嬉しかった。そうで、俺の好きな子がね、俺の大好きだった子が、こう、もう夕方だから、一日中やるから、昔は夕方になってね、こう夕日が照ってるところに泣いてたんで、嬉しくて。もうその子すごい頑張ってたんだよ、青団のために優勝したいっつって。で、その子が嬉し泣きしてるのを見て、俺はうわーっていいなーって思って、青春だったね。それが僕の青春でした。痩せたいって思わなかったの？思わなかったよ。俺だって中学校の頃めっちゃ好きだった女の子に、普通に告白もしないのに、恋バナみたいになって、アリケンも優しそうだから彼女できそうなのに、みたいな会話の時に、一番好きだった女の子が俺の目の前で、でもアリケンとは外歩くの一緒に恥ずかしいから付き合えないかなって言われて、メンタルブレイクしたことあるよ。でもアリケンとデートに行って一緒に外歩いて横歩きたくないなって言われて、それでもダイエットの神は降りてこなかったからね。好きな人よりデブを取る男。でもあの子ももうどうしてん、今何してんだろうね。俺マジで、本当になんか、100万ぐらい払うから、もう今、同級生だった子たちが、
今何をしてるか全部知りたい。俺でもちょっと本当にみんなに言ってなかったことがあるんだけどさ、ちょっと初出しなんだけどいい？今年の夏ぐらいにツイッターで DM が来て、とある VTuber からね、その多分みんなが知らないような VTuber から連絡が来て、久しぶり、中学校の頃の〇〇だよみたいな、えってなるわけじゃん。で、身に覚えがあった名前なんだよ、〇〇中だったよねみたいな、え、ガチやんってなって、で、なんか超売れない VTuber みたいな、そのやってるらしくて、その中学校、その中学校と同じだったしさ、一緒になんかゲームしないって来たんだよ。でその時できたら配信して、配信しながらコラボしたいなみたいのが来て、普通になんか俺の心の中で、え、じゃあやろうよとか、その中学校の頃の同級生と一緒に配信とかやって昔の思い出を語るみたいなのが出てくる前に利用されるって思っちゃって断った。まあ、やったらおもろいよ多分。中学校の頃の俺が言ってることが本当かどうかをね、みんなにやっと証明できる時間が来ると思ったけど、なんか悲しくなっちゃったんだよね俺それで。でみんなにも言おうかずっと悩んでたけど、もう言うわ。そうだから、なんかそういうのもあるんだなって。まあ俺中学校の頃のあだ名で、中学校というかもう小学校1年生からついてるあだ名で今活動してるからね。俺だったらアリケンの名前出すよ、やばすぎだろ。中学校配信者のアリケンさんって人と同じ中学校だったやばいだろそんなん、しねえだろ。いやー俺無理だな、無理だったな、コラボごめん、俺できなかった。みんな元気だったらしてんのかな、コラボ面白えっつって。本名公開してんのアリケン？うん、してるよ。教えてやれ、みんな、みんな俺の本名教えてやれ。俺の本名はね、リスナーがみんな知ってる。いけ、教えたれ、ほら。ほらほら、ほら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 、な、みんな知ってるだろ。この中に当たりある、うん、全部当たり。俺一人一人に本名、呼ばれてる本名違うから。